シュラマル。エイコンヌ、お元気ですか？カスミは元気です。お酒でも飲んでるんですか？すごくテンションが高いですね。それにエイコンヌって何ですか？私たちとってもとっても仲良しじゃない。そろそろあだ名で呼んでもいい頃かなと思って。そんなに仲良かった記憶はないですけど、とりあえずそのあだ名はやめてください。かわいいのに。どうしてもダメ？ダメです。というか LINE をしてくるなんて珍しいですね。何かあったんですか？さすがエイコンヌ、わかってる。かすみさんは何もわかってないみたいですね。それにそのテンションについていけないんですけど。お願いをする前に一つだけ聞きたいんだけど、エイコンヌって旦那さんとすごく仲良かったよね。まあ人並み程度には仲がいいと思います。結婚して結構経つのでラブラブっていうわけではありませんけど、決して仲は悪くないです。キャー、さすが、ラブラブ夫婦羨ましいな。いいじゃんいいじゃん。そんなこと言ってますけど、かすみさん夫婦も仲いいんでしょ？私たち夫婦が仲いい？よく旦那さんののろけ話してるじゃないですか。身長が高くてかっこいいとか、実は料理が上手とか、こないだ二人でデートをしたとか言ってましたよね。覚えてない。私たち夫婦は全然仲良くないよ。そもそも私旦那のこと好きじゃないし。旦那さんのこと好きじゃないんですか？そうそう、出会った時はちょっといいなと思ったけど、その後はなんとなく一緒にいて結婚する気もあんまりなかったけど、お金もあるしまあいっかみたいな。そうだったんですね。私も今は旦那にドキドキするとかほとんどないですし。旦那にドキドキしたこと一回もないわ。なんであんな冴えない旦那と結婚しちゃったんだろう。人生やり直しが効くなら絶対違う人選んだんだけどな。旦那さんすごい言われようですね。旦那って本当に冴えないじゃん。あっちから猛アタックの末に付き合ってしょうがなく一緒にいてあげてる感じ。私がいなくなったら生きていけないとかすぐ泣くからさ。私人殺しにはなりたくないし。へえ、そうなんですね。旦那さんから溺愛されてて幸せじゃないですか。自分のことを大切にしてくれている人は大切にした方がいいですよ。けど私は別に好きじゃないし、あっちが言うからしょうがなくみたいな。それでこの質問に何の意味があるんですか？ああ、そうそう。旦那と仲がいいっていうことは、お子さんの世話とかも分担してるんだよね。まあ、そうですね。休みの日とかは結構面倒を見てくれます。平日も仕事が遅くない日は、一緒にお風呂に入ったり、寝かしつけてくれたり。やっぱりそうなんだ。それがどうかしました？そんなあなたに朗報です。私の子供を一週間預かってください。え？預かるってどういうことですか？それに一週間も？実は私、今度旅行に行くの。その期間旦那も出張に出かけてるからどうしようかなと思ってて、誰か子供を預かってくれないかなって思って連絡したの。私はエイコンヌに狙い撃ちしたんだけど、もちろん預かってくれるよね。一週間も預かるのはちょっと、一日とかだったら全然いいんですけど。ダメなの？一週間預かるのはさすがに厳しいです。ご両親に頼んだらどうですか？私の両親は遠いし、義両親に預けるのは無理。そんな理由で一週間も子供ほったらかすなって怒られちゃう。ならお子さんも一緒に行くとか。友達と久々のリフレッシュ時間なのに、子供を連れて行ったらゆっくりできない。そんなこと言われても無理です。ちなみに聞くだけですけど、いつなんですか？来週の土曜日から一週間。来週？うん。言うならもっと早く言わないと間に合わないですよ。その日は私も用事があるので無理です。他当たってください。エイコンヌがいい。無理なものは無理です。旅行楽しんできてくださいね。エイコンヌ、お願い。それじゃあよろしくね。好き嫌いとかないから何でも食べると思う。ちゃんといい子にするんだよってことも伝えてるし、エイコンヌなら大丈夫。何の話です？もうとぼけないの。今日は私が旅行に行く日でしょ。ということは、もしかして
お子さんを私のところに預けるつもりですか？預けるというか、もう預けたというか。どういうことですか？家の前で待たせてるから、多分そろそろお腹減ってる頃だと思うし、早く家の中に入れてあげて。はあ？私の家の前に置いてきたってこと？そういうこと。なんだかんだ文句言いながらも預かってくれると思ってたから置いてきました。だから今日は無理だって言ったのに。とりあえず旅行に行くときにおこごとは聞きたくないので、旅行中 LINE は見ません。 LINE をしても無駄なのであしからず。それじゃあ行ってきます。あ、ちょっとかすみさん、ねえ。 LINE が大量に溜まってたから全部消しちゃった。とりあえず今日まで預かってくれてありがとう。夕方には迎えに行くからよろしくね。迎えに来なくていいです。え？もしかして私の子供のことそんなに気に入っちゃったの？でもさすがに子供は返してもらわないと困るよ。でもお子さんは私の家にはいませんから。え？家にいないってどういうこと？そのままの意味です。私の家にはお子さんはいません。外に遊びに行ってるってこと？そういうことじゃなくて預かってないってことです。なら私の子供は1週間どこで何してたの？何も食べずに公園生活とか？安心してください。一番安全なところにいます。もうやっぱりちゃんと預かってくれてたんじゃん。驚かそうたってそうはいかないぞ。お子さんはかすみさんの家にいるので安心してください。は？私の家？どういうこと？順を追って説明します。私はその日預かれないって言いましたよね。なんかそんなこと言ってたね。あれは私たち家族は金曜日の夜から実家に帰る予定だったんです。え？なのでお子さんを私の家に置いていった日、私たち家族は家にいませんでした。そんな中あんな LINE が来て、私からの返信は全部無視。旦那さんも出張中と聞いていたので、困った私は警察に連絡をしてお子さんを保護してもらいました。え？警察？はい、警察です。なんで警察に言うのよ。私の LINE を全部無視したのはかすみさんでしょ。旦那さんも出張と聞いていたので、他県とかにいたら迎えに来るのは無理ですし。そんな。ここまで言ったらわかると思いますけど、旦那さんは出張じゃなかったみたいですね。そのすぐ後に旦那さんから連絡が来て、迎えに行ったって、妻が迷惑をかけて申し訳ないって言われました。それはやばいやつじゃない。旦那さんが出張というのは嘘だったんですね。旦那さんにはお子さんと二人で実家に行くと言ってたそうですし。それはほら、いろいろあってさ。別に私に言い訳なんかしなくてもいいです。かすみさんがどこで何をしていたのか知りませんけど、帰ってきて旦那さんとゆっくり話し合えばいいんじゃないですか。旦那怒ってた？申し訳なさそうな顔をして、ちょっと落ち込んでいるようには見えましたけど、怒ってるかどうか分かりませんでした。そっか。きっと大丈夫。大丈夫だ、大丈夫だ。早く旦那さんの元に帰ってあげてください。きっと積もる話がお互いにいっぱいあると思いますから。いや、帰りたくない。一週間子供預かってくれてありがとう。もう少しで旦那が迎えに行くと思うから。そういえばこの間の件は大丈夫だったんですか？ああ、もしかして旅行の件？そうです。友達との旅行に行きたかったんだって正直に話したら、なんか許してくれた。やっぱり旦那私にベタ惚れ。何しても怒らないんだって再確認できたよね。そうやって怒れないところが冴えない部分の一つなんだけど。旦那さんからは何も言われなかったんですね。なるほど。それにまた旅行に行くって言ったら心よく送り出してくれたし、その間エイコンヌに子供預かってもらって申し訳ないね。旦那は多分育児とかできないからさ、心配で。でも1週間しっかりお子さんの面倒を見れてましたよ。え？何の話？この1週間旦那さんはお子さんと一緒にいたって話です。もしかして旦那もエイコさんの家にいたの？まだ状況が理解できてないんですね。前回なぜ旦那さんから怒られなかったかわかります？それは私のことが好きだから許してくれて。違います。え？かすみさんに呆れて何も言えなかったからです。
もうかすみさんには何も期待してないそうですよ。どういうこと？散々旦那さんのことをバカにして好きじゃないとか言ってましたけど、本当は真逆だったらしいですね。何が？旦那さんに猛アタックしてたのはかすみさんの方らしいじゃないですか。とても旦那さんに入れ込んでいたはずなのに、なんで浮気なんかしちゃったのか。ちょっと待ってよ。話についていけないんだけど。私が旦那のことを好きだったとして浮気って何のこと？浮気旅行は楽しかったです。子供を置き去りにして旦那さん裏切っての旅行は。英子さん、旦那さんに事情を全部聞きました。かすみさん浮気してるんですね。バレてる？旦那にも？はい、全部バレてます。旦那さんは離婚の準備を着々と進めていたみたいです。多分帰ってきたら段ボールがいっぱいなんじゃないですかね。それって家を出ていくってこと？そこら辺は帰ってきてから旦那さんと話し合ってください。私は関係ないので。違うの？ちょっとした出来心で。私は今でも旦那が好きだけど、全然こっちを向いてくれないから、ちょっとだけやきもち焼かせようって。だから私にそんな話しないでください。もうブロックします。これからはママ友でもなくなりますね。それではさようなら。待って、エイコンヌ。私は旦那さんから事前に全部事情を聞いており、1週間お子さんを預かっていませんでした。彼女が浮気をしていること、実は彼女の方が旦那さんにベタ惚れだったことを全て聞きました。彼女はプライドが高いのか、他のママ友の前では旦那の悪口や好かれてるアピールをしていたので、現実と嘘のギャップに正直驚きました。旦那さんは彼女が旅行に行っている1週間のうちに引っ越しの準備、離婚の準備を進めていたようで、帰ってきたかすみさんに離婚届を渡したそうです。彼女がごねると踏んでいた旦那さんはかすみさんの両親まで呼んでおり、その場で泣きながら離婚届にサインをしたと聞きました。離婚してお子さんは旦那さんが引き取り、かすみさんは慰謝料と養育費を払うために必死に働いています。旦那さんの気を引きたいだけだった彼女は、浮気相手と本気でお付き合いしているわけではなかったようで、その後すぐに破局したんだとか。皆さんもこんなママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。